詳しく見てないんで、ちょっと詳しく見せてもらっていいですかね。大きく。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ソフトですね。今回はソフトになります。2BA で、はい、90% 単価、上から行かせてもらいます。上が、トリニダードから発売される、タングステンモデル。ね、90% タングステンで、22g です。バレルのみで 22g、52mm。マックス 7.5 ですね。重心がセンターということで、まあそうですね、ロングトルピードっていうジャンルになるのかな。ロングトルピード、うん、ロングトルピードですね。52もあったらロング、ね、長いっすもんね。俺はちょっとなんなら普通ぐらいですけど、長いぐらいのも、私元が41なんでだいぶ長い、もう論外やで。でもこの後ろの刻みは結構工夫されてる感じするな。なんかあの、要するに何て言えばいいのかな、このボコの部分を見てもらったら、シャフト側が斜めに上がってるから、あの、まあ、その引っかかりすぎないという。そうですね、はい、私のエンプレッツの2のやつと似たような感じだった。あ、そういうことなんだ。はい、でもこれ結構なんていうのかな、あのしっかり、あの太さ思ったよりも太く感じないよね。こうするとこの90度落ちだからね、結構指がこう入り込むから細く感じるというか、 R じゃないから直線でカクカクなってるからね、そういう感じですね。あ、そうなんだね。どうできますかって。え、できますよね、多分。はい、人はできるはずです。できます。そんなぶっつけ本番でも、ね。あ、のりつけさん、コラボ祝。ありがとうございます。すいません。じゃあ、こっちか。よっしゃっす。はい、ということで、今度はゆきえちゃんの方行きたいと思います。こっちは、ティガーダーツから発売ということで、90% タングステンプラス、なんとチタンでございます。すげえ。ティガでしかやってないフュージョンを今回も。すげえ。これだからコーティングじゃなくてチタンよね、もう純。そうですね。でもまあコーティングに近いんですかね、投げてるうちにこう色はどんどん薄くなっちゃうんですけど、この色がついてる部分だけチタンでできてて、うん、軽くなってるから、だからフュージョンは実質このフュージョンは実質後ろ重心になるっていう感じです、うんうん、比重が軽いからね。はい、いやでもすごいよ、これ全部チタンで作れるってすごい。半分材質が違うってことよね。そういうことです。すごい。まあだから重さもね、やっぱチタン軽いから、うん、そんなになんか、まあでも実際あ掘り込んでんのかな、これ。そういえばちょっとそこちょっと確認しよう。あ、これゆきえちゃんのめちゃめちゃ前掘ってないのに、あ、後ろも掘ってる。あ、結構ギュッて詰まっております。あ、カメラね、ここね。そうやった、そうやった。これゆきえちゃんのこれ結構、あ、これ分かりますかね。結構前も後ろも全然あのがっつり詰まってるよ。ほら、わかる。あ、ちょっとしか入ってないし、後ろもこれ驚きだな。やっぱすごいね、やっぱ半分全部チタンでいくとすごいことになるっすね。ほら、全然どっちも掘ってない。ちゃんと詰まってますね。詰まってるね。スカスカじゃないのに、しかも太いのに、あのタングステンよりも、あ、チタンの方がね、あの最大径太かったよね、確か 7.5。 フュージョンの方が 7.7 なんで、そう、普通のタングステンでできてるやつより 0.2 太い感じです。ね、そうよね。それでもちょっと重いですかね。でもタングステンよりもやっぱ軽くでき作れるっていう、うん、
軽いからね。だいぶ軽いですね。18点。ね、そう。やっぱさ、半分全部チタンってやっぱすごいよね。そう考えたら。だってコーティングじゃ絶対こんなにならないもん。綺麗じゃないですか、フュージョン。しかもこの色も決められるんですよ、うん、あの範囲は決まってるんですけど。へー、え、どういうこと、グラデーション具合を。え、赤とかもできるの。赤は多分無理なの。この紫から青の具合が変えれるってこと。もっと紫みたいなにとか。もっと紫か、あとは、うん、もっと黄色っぽい感じか。へー、チタンの焼き具合でね。そうです、そうです、すごい。めっちゃ夏色じゃないですか。ね、いいね、この色。夏色っていうよりかなんかミクルカラーみたいな感じですけど。そうね、もうミクルカラーになってしまってるよね。そう、まあでもすごいね、やっぱチタン。チタンめっちゃすごいです。フュージョンのやつ、その普通のエンペレッジの方でフュージョン作ってもらったやつもだいぶめっちゃだいぶすごくできてます。いい色。そうだ、一回フュージョン使ってフュージョンの方がいいっていう人もずっとフュージョン使ってくれてますね。あー、気に、ね、でもなんか全この色の部分がチタンだと思うとなんかすごいよりなんかあれやね、レア感が増す。すごいな、作ってほしいなこれ。で自分のメインの方でね、うん、しかも結構俺のちょっと待ってくださいね、俺のめちゃめちゃ掘り込んである。見て。あ、ほんとだ。これはだからかなり前重心にしようとしてセンターだな。あ、なるほど、確かに。前は全然、あ、でも前も掘って、あ、じゃ分かった、こっちが結構掘って 22g になんとか、だからもっと重くできるね。確かに、そうそう、それだけないと。うん、みんな今のうちこのヤンマーさんが手出してるうちにスクショして、あの手相占いといたわけです。